サルサル食文化は、サルに由来する肉その他の過食部を食用する文化である。サル肉はブッシュミートの一種である。人のサルの肉の消費は、アジア諸国やアフリカ諸国を含む世界の各地で歴史的に記録されている。サルの肉の消費は、ヨーロッパと南北アメリカの一部でも報告されている。リベリア、バイスニュースによる2014年のドキュメンタリーによれば、 リベリアには急成長しているル肉産業があり、地元の人々はそれを甘い肉と表現し、アフリカでのサル肉消費に関連するエボラウイルス病にかかるリスクに無関心を表明している。今後共和国今後人は、猿肉を普通の珍味とぜひ食べるべきものとみなしているし、通例、グリルされ、ボイルされ、またはフライされて提供される。猿の死骸は非常に価値があり、 2万ないし4万フランの価値がある。ブラザビルで開催された2015年アフリカ競技大会を報じているナイロビニュースのある記者は猿肉を居住者らは奪い合うがヒヒやチンパンジーを含む他の霊長類の肉は好まないと述べている。ワルドロム赤コロブスはアフリカの西部と中央部に自生していたし2001年に食べられて絶滅したとされている。 カメルーンカメルーンで消費されるすべての肉の約80%はモンキーとエープの肉であり、毎年約3000頭のゴリラが違法な肉市場のために殺されている。南スーダンサル肉を食べることはバリ人の決定的な特徴であり、彼らはサル肉を食べることを自分らと非対戦住民との境界として認識している。しかしながら近年一部のバリ族のメンバーは 猿が人に似ているように見える程度のために、この監修を避けている。合衆国、ザ・ニューヨーク・タイムズによる2007年の報告では、猿肉が他の肉を装って合衆国に密輸入された事例が、いくつか記録されている。ブッシュミートを合衆国に輸入することは違法である。国境入り口で見つかった、猿肉は、それに付随する、あらゆる持ち物とともに、 国境の通貫業者によって押収され、破壊されるであろう。人々は、猿の肉を輸入したことで、罰金25万ベイドルが課せられるかもしれない。メキシコクモザル料理は、南メキシコ出身の先住民の中で人気がある。それらは3月1日から10月31日まで、禁止されているにもかかわらず、通年狩猟されている。ロスタックストレス、ベラクルスでは、 2010年代以前は、サル肉の消費が人気があった。人々がより多くの肉を消費し始めた時、この地域のサルの個体数は減少し、サルの肉は入手できなくなった。カンボジア2016年10月に、スタングとリングの市場で手入れがあり、干したサル肉 2kg が没収された。中国ル肉は伝統的に中華料理で、賞賛とみなされているし、 また薬効があると考えられている。1934年前半に、関東では、猿王の,の消費と一緒に猿肉のそれが禁止された。ある直例は、猿は、人の特徴の多くと、かなりの量の知性をも持っているので、保護されるべきである。アンキーズ・ポゼス・メニー・オブ・ザ・トレーツ・オブ・マン、アンド・オール・ソー・コンシダラブル・アマウント・オブ・インテリジェンス、アンド・シュッドゼア・フォー・ビー・ギブン・プロテクション、と宣言した。 命令は、チン・ワタル島によって与えられたと言われている。インド2014年4月に、チャッティ・スガル州での消費を目的とした、数百も、の猿の死骸の写真が、一気に広まった。しかしながら、動物活動家らによる抗議にもかかわらず、政府当局者らは、猿が、シリグリ回廊の西のインドのほとんどの地域で、 神聖であるために、この問題に対処するためにほとんど何もせず、いや、それら写真に回帰的な見方をさえした。インドネシアインドネシアは主にムスリムであり、ほとんどのインドネシア人は、猿肉を消費しない。しかしながら、スラウェシ島では、ヒースラム教徒の少数派グループみなハサ族は猿を食べる人として知られており、クレステッドブラックメカックは珍味だと考えている。 日本日本の一部地域では、猿肉が珍味とみなされてきた。古くは、縄文時代の遺跡から猿の骨が出土し、江戸時代のよろし金本蔵収容家や、紀流商覧にも言及が見られる。石川県では、秋猿は嫁に食わすなとの言い伝えがある。猿肉の消費で、無数の健康効果が得られると言われ、例えば、日本の女性は出産後に元気を取り戻すために猿。 肉を消費していたとされる。また、美食家として有名な北王子路三人も食べたことを著作に記している。ただし、1974年に野生の日本猿は狩猟鳥獣の対象から除外されており、有害駆除の許可が下りた場合を除いて、狩猟の対象にはできないため、21世紀においては極めて流通に乏しく、幻の肉とも称される。 ベトナム2015年9月に、ブークアンのベトナム料理店で、ドゥクラングールが一匹生きたまま殺された。その死骸は200万ベトナム丼で売られたと伝えられる。猿肉の消費は健康にとって有害であるかもしれない。ジャーナル・オブ・トロピカル・メディシン・ハイジーンに掲載された1992年8月の研究は、猿肉消費に起因するサルモネラ症の急例を報告した。 人の遺伝子構成は、猿のそれと似ているために、人は、猿肉に存在するかもしれない疾病やウイルスを許す。第一次世界大戦で、アルゼンチンの牛肉と、人参からなるフランスの形態香料は、猿肉と、あだなされ、味が非常に、塩辛く、受けが悪かったと書かれている。アメリカの子供らの遊び場歌、グレートグリーンオブズ・オブ・グリーシー。 グライミーゴーファーガッツのほぼすべての編集は、ミューティレーテッドモンキーミートという歌詞を含んでいる。ありがとうございます。